スがなんか消化試合してるような気しますね。盛り上がりくれますな、このタイガースの打線。何なんだこれ。いや、必死、必死になればなるほどですね、見てて重たく見える。だんだん腹立ってきましたね、本当に。もうここまでようやってくれたいうのは、もう今まで矢野さんに試合終わって言おうとかだけど、もったったんかってきたな、これ。さて、石田さん、昨日の中日戦の方がもっと重かったですね。ああ、昨日は重かったですね。この本当に昔ね、芝居じゃないけれども、相撲でいう鍋かばあっちに置いてでも、ほんま娘を方向に上げてでも、この一番を見に行かないかんというね、そんな試合の、ね、中で勝ち取らないかんっていうのは大変なプレッシャーなんですよ、これね。僕は今日ね、朝ね、まあ、ある番組で言うたんですけどね、もうこうなったらね、誰が打っても点取れんのやったらね、平田とかね、そういうことね、もう普段出てないようなベンチにおる選手でいいんだぞやからどうかというね、ポッティングと追い込まれました。背番号00に変えた亀山ですが、今日はヘルメットが67番、要するに昔に帰ってということで古いヘルメットを持ってきました。そういう気すらしますね、こう見てますとね。満員の甲子園です。現役の時代からそうですね、はい、左のノラルにクラッとしたピッチャーには弱かったんですよね。あ、今コーチの安田投手には弱かったんですね、阪神はね。いずれタイガースのレギュラーになるだろうけれども、今シーズンここまでやってくれるとは思っていなかったと言っておりました、ね。はい、やっぱ彼が MVP 候補でもありますよね、まあ、特にオールスターで40番票ぐらい取ったっていうのは、あれは大変なことですからね。そうですね。やはりもう今は日本の今みんな亀山イコールヘッドストライクみんな知ってますからね。はい、ね、このヘッドストライキングがホームランを超えるというね、その、スターになれるということなんか本当考えられなかったこと、裏を返せばいかに阪神にスターがいないかということも言えるんで、セカンドゴロ、嬉しいような悲しいような寂しい。それとやっぱり亀山でもね、さっきね、頭が行きましたやんか、当たりに行けんかいな思いますね、気持ちの上では。痛いですよ、痛いけどね、あんなカーブぐらいやったらね、試合に出れますわよ。なんであれをこう頭をピカッと下げるかというね、もうそういう意識ができましたもん。もう要は言いますよ、僕ら試合やってて、当たれーって言ってるんだ、当たれーって言うから、もうほんまそのね、当たれんかいだと思うね、こう当たれへんやったら当たりに行かんかいところなんです。いや、あれはね、頭のとこから来たでしょ。ああ、だから体のところだったらね、ちょっとこう肘でも出してとかいうことがあるし、頭はやっぱちょっと当たりづらいですよ。まあ、もちろんね、当たるってなことは無理でしょうけど、そうだそう、気持ちとしてね。バッター、オマリー。これは加藤が、亀山とオマリー用なんですよね。はい、ですから、このオマリーが1個出る、まあ、ルイ出ると、まあ、ピッチャー変わりますよね。はい、ここで次誰が出てこうと一緒ですよ。そうですかね、うん、それも向かっていくだけしかないんだもん。流れとしてね、あれで終わって亀山オマリーからのスタートで左を出せるという野村監督もね、荒木を抑えて終わる時のこの状況があまりにもハマりすぎじゃないですか、ね。うん、確かにね、向こうの思うように、はい、だからその分野が下ろしすぎじゃないですか、ね。いや、だから大野さんきっかけはそういうような形を作らないと降りてしまいますよ。そういうしかし皆さん、こういうゲームをひっくり返したりすると勢いが出てきますね。そうなの、絶対そうなんです、だからもうそういう意味ではもうどのピッチャーが出てこようと一緒なんです。はい、いや、しかし野球は何があるか分かりませんよ。何があるか分かりませんって、もうそんなもう甘すぎますよ、この言葉は。だから楽しいんですよ、野球は。楽しないわ、こんなもん。もう無理なんだ、頑張ってくれられます。本気やで。よっしゃ、ライト戦。オマリー二塁へ行くか、二塁へ行った。悠々ツーベース。ワンアウトランナーが二塁。